どうですか、ゆきさん。来ましたね。イーブンに戻りましたけども。やっぱりね、後半ちょっとやっぱショートさん、さっき前半よりも集中してる、アドレナリンが出てる感じがしますね。わかります。どんなクライマックスを迎えるのか、青木は楽しみでしかなりません。ついにスクエア。そうですね。まあ勝負はわからないですね。そうですね。何が起こるか。メラメラタイムです。こう来てます。おお。じゃあ2本の右の2本の木から回っていきます。はい。ナイスショー。大丈夫です。いい当たりだったんですけど。抜けちゃいました。昨日みたいにこうぐーっと来なかった。来なかったですね。おー、ナイスショー。ナイスボール。はい。木は大丈夫そうかな。ここはなんか珍しくちょっとフェアウェイが広く見えた。ね、確かに。そしてここちょっと短め？そうだね。なんかグリーンが吊り橋っぽくなってるみたいだから。いつも通りのグリーン勝負かもしれない。みたいかな。今ここ何番だ？近っ。だんだん近くなってる。ここなんか今考えてることはありますか？今盗み聞きしてた。失礼しました。邪魔しちゃった。いや落ち着いてね。そうだね。この残り3ホールが結構大事になってくると思います。そうですね。男性相手は塩田さんなので気が抜けません。メンタルがね、ちょっと追い込まれると強くなると本人もおっしゃって、追い込まないようにバレないように逃げ切るっていう、追い込まないようにする作戦でいきます。後半こうなんですかね、落ち着きを取り戻してショットもなんかこういつも通りのなんか高さが出てきた感じがしましたね。そうね、そうね。なんかアイアンがちょっと安定してきたかもしれない。そうですね。前半はこうグリーン外すにしてもちょっと外れすぎてたので、後半は乗って転がるとかそんな感じなのでちょっと安定ですね。確かに。リズムが少し戻ってきた感じ。ただ今もう林の方にもバーって進んでいってしまったので。抜けてくれるかな。やっぱり短いホールって何かしら罠があるので。なるほど。ここはじゃあちょっと慎重に行きたいところですかね。で残り3ホールでやっとイーブンに戻せたので。そうですね。ここでもうあとやっぱり一打一打が結構勝負になって大事だと思う。こっからの詰めが。最後の私の進化を問われると思います。よし、私も楽しみです。りさちゃんのボールが大拍手。ちょっと木にかかる。おお、なるほど。これはちょっと想定外だけど、大丈夫。よく考える。はい。右から狙って、ちょっとオーバーするぐらいのが楽かもしれないです。距離的には取りやすい。なるほど。手前だとちょっとくぼ地になってるとこなんで、上げるのも難しいし、ワンクッションも難しいんで。フェアウェイがこうなってる。そうです。ちょっと先行けばわかるんですけど。オッケーです。わかりました。はい。となると右から行く。はい、右ちょっと奥の方で。おお、うまく転がってったかな。おお、いい感じじゃない？ナイスー、あ、完璧。うまっ。自画自賛でしょこれは。どうでした？あそこはいいとこです。うまい。完璧。作戦通り。大体60ヤード。はい。65は見てほしいです。はい。はい。惜しい。ちょっと薄かったけど、このグリーンの幅がないので、なるほど。ちょっと手前から行こうとしたらちょっと弱かった。確かにちょっとグリーンが縦にないから、横に長い。そうですね。難しかった。ちょっとミスだったかな。曲がんない。ナイスです。りさちゃんのバーディーパットです。手前がりさちゃん側が結構スライスで縫ってるように見えます。あー、切れる。おー、切れたね、結構。強気。おー、きたー。あー、ナイスパー、うまい。ナイスパー、うまい。ナイスパー。やっとしたよ。ナイスパーです。さあ、パパッと。うわー、ナイスパー。もう本当に分からないね。あとどっちがミスるか、もしくはバーディー取るか。確かに今2人とも同じ感じのがリズムっぽくないか。そうだよね。なんか、いや、りさちゃんもね、前半よりは集中、いやもうふがふがしてきてる。だって今のパター見た、めっちゃ大味。もう投手でタイみたいな気持ちがあるね。前半よりも強くなって、翔太さんは落ち着いてこうリズムを取り戻してきた感じですね。いやー、これは分からないですね。ナイス。いいねー。ナイスショー。今良かったです。ナイスショー。ナイスゴールです。ありがとうございます。は降りました？はい。ですよね。あります。はい。よかった。だいぶ今狙いに。うん、いい。ふってやりました。さすがだね、純ちゃんは。りさちゃんの気合がどんどん入ってるのも分かってます。ここにホールはもう落ち着いてね。今ここはティーショット、最高でしたね。今狙ったところにちゃんと打ちました。ナイスです。ありがとうございます。ちょうどいいところにセンターに木があったりして、だからやっぱり頭を使ってポイントに置いていかないと。いけないからなかなかこう戦略性の高いコースかなって思いました。お、楽しいですか？うん、楽しい、すごい楽しい。それが一番。うん、楽しいです。楽しいです。残り2ホール頑張ります。頑張ります。りさちゃん、なんとまたまた木の後ろにぴったりとつけてきました。156。すごい、そういう戦略。ナイス。いい感じ。ナイス。おお、寄ってってる、寄ってってる。ありがとうございます。あ、よかった、右から風に乗ってくれました。戦略通り。ナイスオンです。ありがとうございます。後ろから左に向かってのフォローだったので、私のこうドローボールでは持ち球が出ると、多分風に乗って距離が出ちゃうと思うので、ちょっと一番手としてみました。すごい、やっぱ自分のボールパ知ってますね。うん、それしか出ないので、もうミスも本当にそうですよね。右にプッシュはとかそういうのがあんまりないので、自分の持ち球が分かってればミスも分かるから、ここはちょっと計算が楽。スライスが出ないんですね。そう、よっぽどじゃないと出ないかも。うまいよ。うまいよ。うまいよ。入っちゃうの。惜しい。惜しいね。いやー、今のね、マジ入りそうだったね、本当に。さすが。塩田さん、バーディーチャンスです。切れるんで、カップ外してください。切れる。結構消えるっぽいです。おお、切れる。切れますね。引っ掛けました。最初から打ち出しが左に行ってた。なるほど。さあ、りさちゃん、ここは。ついて入れたいですね。パーパットです。ナイス。ナイスパー。ナイスパー、ナイスパー。イーブンです。ナイスパーです。さすがですね、落ち着いて入れましたね。誰？解説。いやー、私だったらもうどうしよう。皆さんはとにかく木の後ろだけはやめてくださって。もうさ、もういいよってなっちゃったよね。まあ無理をしないってことだと思います。このホールに関しては。無理をして自爆するのだけは避けたい。バンカーまで190で入っちゃうそうです。右から回します。おー、ナイスショー。ちょっと巻いたかな。お、出た。どうだろうね。入ったか出たか。入ったか、うん。よいしょー、まっすぐ。ナイスボール。ナイスです。最終ホール、オールスクエアということでやってまいりました。朝の調子からすると、はい、ここまでオールスクエアとれて本当にちょっとまたまた安心してます。どっかで言ったセリフだけだ。さすが王者です。ティーショットは完璧でしたね。完璧に今、気に入った。きれいにまっすぐ。ナイスボールや。なんか左に出たのかな、もしかして。なんかね、見える。顎ギリギリに見える。なるほど。三段目勝負かな。そうですね。了解です。りさちゃん、いいとこに落ちてました。枯れてる木の左側。枯れてる木の絵ですね。左側をナイス。ナイスショー。はい、ナイスボール。さあ、塩田さんのセカンドがちょっとね、顎に近いところにボールが止まってしまって、ユーティリティ厳しそうな気がするんですけど、結構ここは大事な最終ホールなので、少しでもね、3打目打ちやすいところに持っていきたいです。わあ、やっぱり顎に当たっちゃった。顎に当たっちゃいましたね。顎が高かった。かなり顎に近かったので。ですね。うまく打ったんですけど、当たっちゃいましたね、やっぱりね。ちょっと近すぎました。うん。どっちにしろ、今のバンクで。いい当たりしても、その次はなくかった。はい、4段目勝負でいきたいと思います。はい、さあ、ここは切り替えて塩田さんもじゃあ、木の左に、木の左ですね、狙っていきそうです。うんいいところですか。あれで残りが100ちょっとぐらいなのでラフで。はい。4打目。勝負。行きましょう。はい。175の上げ。りさちゃんの3打目。おお。ナイス。手前で左側の手前ですね。よいしょ。これはちょっと左足下がりで球を上げなきゃいけないというちょっと難しい。難しいです。そうですね。ここら辺にある木が。しっかり打つようにして。うまい。うわー、風がないそう。いやー、でもめっちゃ上がりますね。すごい。だいぶ今戻された。風がすごかったですね。ゆうてりさちゃん、どこに行ったんだろう。結構ね、左だったから。ない。まさか、池かな。あ、左に乗ってる。乗ってるのね。なるほど。届け。ああ、すごい左に消えた。スライスだと思ってた。読めない。フックだったんですかね。パーパットです。パーパット。まずは結果から最終ホールで決まりますね。じゃあ、あのパターはしびれましたね。最後ね、りさちゃんが決め、りさちゃんがワンアップということで、勝負としてはりさちゃんの勝ちということで、はい、おめでとうございます。お疲れ様です。いや、でもね、今日は本当にすっごいもう風が強くて寒い中、本当にいいプレーで2人ともね、本当にいいプレーをしてると思います。なんか風あったのかなってぐらい。風はあったよ。風でもやっぱすごい計算されてるなっていう印象です本当に。京太さんもあえて一晩って下げて打つとか、あれはすごいと思う。体がこう最初縮こまっちゃって、でそれがパターに私は出てしまったかなと。もうやっぱりこう縮こまって打ち切れないっていうのがちょっと一日パターに泣いた日かなとは思ったんだけど、やっぱりりさちゃんの安定感は半端なかった。もう絶対崩れないし、トラブルになってもその次をちゃんとパーパットに寄せてくるというところが今日はすごく勉強になりました。最初は結構いつも通りできてたかなと思ったんですけど、やっぱ相手がショートさんってこともあって、結構こうメンタル的にミスショットしたボールが何度かあったなと思って、なんかやっぱマッチのいいところってそういうメンタル的にこう相手を追い込めるというか、本当にメンタル勝負だなと思って、久しぶりにこういうなんか競技っぽいゴルフをやって楽しかったです。すごく本当にすごく頭を使った一日だった。トルコも必死でしたね。二人もね。トルコ大変だよね。でもね、なんかね、2人のなんていうかな、こう出てきてないようで出てる気持ちみたいなのが本当に心理戦じゃないけどね、結構隠してるけどやっぱ出てきちゃってるこの気持ちみたいなのが見てて楽しかったですね。勝ってくるマッチはね、それは面白いね。一ホール一ホール、そんな気持ちが風でカモフラージュされてる感じがした。何を風でカモフラージュ、ハテナマークがポンポンポン風でなくなっちゃった。風でなんかちょっとね、気持ちが隠されてる感じがした。風吹いてるしね、風吹いてるしね。頑張って風のせいにできたってこと？分かると分かるの、はい。今日は2人とも本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。素敵なプレーをありがとうございます。はい、皆さんチャンネル登録、高評価、いいね、コメント、何でもいいんでよろしくお願いします。